あ、いいね。やっぱ可愛いにしたおニュー。このフォトエッグすごいうまくできてる。え、これピン止め？あ、いいね。一番上に持ってきた、ポーっと。あれ、ミューズはトレンドに敏感。ガチャマシンがアンロックされたって。ガチャマシンってどこにあるの？型紙が入手できるって書いてるけど、こっち？ガチャマシンはどこ？うわ、いきなりなんか現れた。え、ガチャマシーン、ガチャ回す。ガチャマシーンのとこ行くよ。えらい遠いな。あったあったあった。なんだなんだ、ホープ。うち今チケット5枚持ってる。10回は回せない。じゃあ1回だけ回してみようかな。景品一覧。え、景品一覧いいな。かわいいのが多いかも。なんかミニーちゃんみたいな人ある。これリアリティとかやっぱあるかな。結構可愛いのがいっぱいあるな。どっちかっていうとシャツが欲しいな。シャツのこの辺りが欲しい。これ欲しいな。このクマさんを当てたい。いきまーす。クマさん来い、クマさん来い、クマさん来い。あー、スカート、ズボン、パンツ。星1ってどうなの。もう一回回してみようか。あ、ワンピース星4。あ、これリアリティ高いのかな、よくわからんけど。え、10回連続で回したいからちょっとチケット貯めとこう。アイテムクリエイト、プラスボタンのメニューからアイテムクリエイトを選択するとマイブランドアイテムの作成機能が利用できる。アイテムクリエイトではブランドマークを選んだりオリジナルカラーのマイブランドアイテムが作成できます。え、マイブランド作りたい。持っている型紙から一つ選んで、あなたのブランドアイテムを作成しましょう。クリエイティブキー50。クリエイティブキー。え、うん、大丈夫。型紙、今は2個あるの、これ。で、こっちにする。なるほど、ブランドマークを作ることができる。ブランドマークつける。え、ブランドマーク4つしかないんだったらウサギちゃんがいいな。今パステルが旬って言ってた。あ、これかわいいな。でもなんかいろんな色が使えるんだね。すごい悩むけどこれでいいや。ビビットカラーブルーにする。オッケー。これだったら結構合わせやすいかな。そっか、これ型紙使うとすぐなくなっちゃうのか。1回しか使えないのは悲しいな。これは2色配色できるっぽい。あー、これパステルだな、パステルっぽい。あ、一色になってしまった。パステルでやりたい。ピンクと水色がいい。あ、合わない。え、むず。なんかクソダサいな。ちょっと待って、どうしよっか。難しいって。この柄があんまり好きじゃない。これでいいんじゃないかな。おっしゃ、これでいきましょう。いやー、ちょっとね、作るの難しいね。最大 T シャツワンピ。オッケーオッケーオッケー。おしゃ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 。え、なんかいきなりレベル上がったよ。レザープリーツミニスカートの型紙をゲットしたわけじゃない、アンロックされてた人。
なんか可愛いのがいっぱいゲットできた。あ、アンロックされたっていうか普通に使えんじゃん。あ、これ2500いんのか、たっか。なるほど。で、こっちは500だから入れたと。そうなんだ。とりあえずいっか、今は。目指せ人気ブランド。オリジナルカラーのアイテムは注目度アップ。マイブランドをうまく使ってフォロワー100人を目指そう。お、いいね。フォロワー100人か。なにこれ、なんか変なの出てきた。なんかいっぱい変なの出てきたよ。とりあえずこれ服を変えた方がいいんだよね、きっとね。さっき作ったやつを使え的な感じがする。あ、でもなんか意外と似合うんじゃない。で、耳に桜のイヤリング、これをつけたい。かわいい。なんか自分で作ったけどマイブランド、さすがにあれだな。このお洋服さ、うち柄が好みじゃないからさ、あんまり好きじゃない。ビンゴマシンって何。ビンゴで1ポイントをゲットだって。ビンゴチケット9枚持ってる。1回だけやってみようっと。あ、そういうこと。これでビンゴ揃えていく。あ、全然違うとこ行ったね。9枚あるから絶対ビンゴにはなるはず。お、チャンス。さあ、あ、鳥が来たよ。あ、ワンビンゴ、ワンビンゴ、ボーナスなし。1500だって、やったー。さっきの作れんじゃん。じゃあ、これクソダサいからちょっと変える変える。コーディネート、あ、コーディネート、ちゃうコーディネートじゃなくてアイテムクリエイト。おっしゃ、このクソダサい服変える。これなんかいいな。どんな感じにしようかな。色めっちゃ使えるもんね。いいね。なんか今でも全然可愛いんだけど、なんかピンクっぽい、ピンクを主体にしたいな。でピンク主体にするとな、いろいろ柄作れないかな。黒の方がいいかな、安定するかな。どうしようかな、何色がいいかな。じゃあベースピンクとかその辺の方が多分ね似合う気がするんだよね。私が着たい服をコーディネートする。着たいピンクにすると似合わないな。オッケー、いい感じな気がする。なんかほとんど変えてないけど、もうこの時点で結構可愛いんだよね。なのでこれでいこうかな。おっしゃ、これでいきます。オッケー。めっちゃ可愛い。もうなんか最初から超可愛かったもんね、これに関しては。このままでいいかなっていう気がした。今作ったやつさ、普通にコーディネートしたい。あれ？あれ？今作ったやつは？あれでも買えなくなってるからどっかにあるよ。あれ？うちが作ったやつは？うちが今作ったこれどっか行ってんけど、どこ行ったん？あれ？うちが作ったやつどっか行った。せっかく作ったのに。なくなった。どういうこと？うちが今作った水彩水玉シャツはどこ行った？ショック、お金だけ取られてなんか入ってない。なくなったんですけど。悲しい。どこ行ったんやろ？マジで言ってる？今頑張って作ったやつどこ行ったの？結構お気に入りやっただけにショックやねん。せっかくEポイントでゲットしたのになくなった。マジでショック。うちの作ったアイテムどこ行ったん？アイテムボックスにある？
あった。ねえ、うちこれ来たんやけど、うちこれ来たんやけどさ、これ切られへんの？なにこれ、どうしたらいいの？え、なんでうちのこのさ、アイテムは切られへんの？アイテム着させてほしいんやけど。お金、ポイント、ポイントを返して、切られへんのやったらポイントを返して。マジでショックすぎた。はーい、ビーバー、バブリーな朝のネオンカラーのローパーがいいんだって。あ、うちが持ってるやつも着せられる、もしかして。え、ちょっと待って、この人意外と似合うな。この人うちの衣装意外と着こなしてんじゃない？ははは、すごい、なんか着こなしてくれてる。よかった、作った甲斐があるわ。あとは頭なんかつけてあげたいな。バブリーやから別にいらんから、なんか帽子があったら帽子でもかぶらせてあげたいんやけど。あ、いいんじゃない？あ、これかっこいいじゃん。これでいいんじゃない、バブリー。足がなんかちょっと変かもな。足もバブリーな感じにしたいな。厚底似合わへんな、この人な。やっぱこれでいいんじゃないかな。おっしゃおっしゃおっしゃ、こんな感じでどうかな。どう？ちょっと違う？あ、ごめん。音楽はじけちゃったって。ミスっちゃった？よかったよかった。ありがとうありがとう。そう、マイナスになることがあるんや。なるほど。フィーバーがちょっと冷めちゃってごめんね。私色に染められなかった。あっ、お前うちのシャツ持っとるやん。あ、そういうこと。これこの衣装って男性用だったってこと？なるほど、だから着れなかったんだ。無駄にお金使っちゃった。お金っていうかポイント使っちゃった。めっちゃショック。しょぼーん。ふー